カットバセボールチャンネル熱湯工事よいしょ。さあ上条さん、はい、今回も楽しい楽しい、はい、各都道府県のベストナインを決めよう、はい、in 岩手でございます。岩手、はい、岩手、岩手来ましたよ、ね、何人メジャーリーが出てくるんだっていうような ね県になってきてますけどもね。いやだからこの岩手の再生数は海外でかなり稼ぐと思う。そうですよ、それはもう海外の人からしたらもうその高校野球と野球の中心はもう岩手県やと思ってるから。そうですね、アメリカはね、確かにアメリカな、いや本当何人があの海外のスカウト見たかっていうぐらい見てますからね、うん、岩手で。だからもう、うん、もういろんな海外でも、はい、カットバスベストチャンネル岩手、いやミスター池田上条セイクそう、急速上がって聞いたね日本語や日本語やいやこれ楽しみです。岩手県で決めていこうかというところでございますけれども、はいはい、今回も、いつもと同様にファースト、セカンド、サード、ショート、外野手、キャッチャー、ピッチャーの順番で発表していこうかというところでございます。わかりました、はい、ポジションがね、はい、棚っていうところがあるかもしれませんけど、どその辺は、はい、ご愛嬌でよろしくお願いいたします、はい、さあじゃあ発表していきましょうか、はい、一塁はね僕下手したら被るんじゃないかなと思ってます。池ちゃんがそういうんやったら多分被ってると思う。被ってますよね多分、はい、じゃあせーのでいきます、はい、せーの、佐々木麟太郎。まあそうなる、まあそうなる。これ東日本の方の代表でもちょっとね名前が上がった選手でもございましたしね、うん、はい、はい、このまあ佐々木麟太郎選手は花巻東、はい、まあこのまま今規格外のパワー、そして高校通算本塁打トップ、そうですね、歴代トップ、圧倒的トップですから140何本とかですよね。もうね、あの高校の2年半でヒット数でそれでもすごいんや。そうですね、うん、すごいですホームラン。そうですね、しかも今ね、はい、海外でとんでもない難しい挑戦をしてますからね、はい、大学ものすごく難しい大学通ってるわけですから、はい、応援したいですね、はい、さあそしてセカンドです。セカンドこれ難しいね。先行きますか。行きましょうか。俺どちらですか。行くか、はい、俺行くか、はい、俺行くで、はい、セカンド、はい、千葉柚月選手。いや悩んだす僕。千葉柚子、千葉柚子、千葉柚子、千葉柚子は悩みました。千葉柚子悩んだ、悩みました。僕もだからこの個人メモの方には書いてたんですけど、あ千葉柚子ね、千葉柚子書いてたんですけど、なんかちょっとやっぱ忘れられへん選手やなという、はいはい、僕ねもう一人ちょっと忘れられない感じだったそうな、はいはい、熊谷瀬名。ああ、はい、ああ、あの時1番打ってたのかな、あーホームランも打てて、ちょっとバッティングのいいセカンドでちょっと選ばせていただいて、岩手県大会相当な率というか打ちまくってたんですよね、うん、岩手大会で打ってた選手だったんでちょっと上げました。わ、はい、かりました、はい、さあそしてサード、うん、サード前だな。いや僕も悩みました。はい、先行きましょうか僕。ああ、専修大北上高校畠山和弘選手。 あ一緒や。一緒ですか。一緒、おお畠山選手一緒です。うわ、仙台北上ね、北の畠山選手、畠山まあ入りますよね。うん、 あれ梶本と前だ、梶本祐介、あ梶本、梶本祐介、あれも仙台北上でしょ。あれ仙北です、はい、仙台北上や。ここはまあちょっと悩みましたけど、あ、まあ、やっぱりね畠山選手、神戸中央市場の丸も寿司寿司屋の大将がこう大譲ったんやけど、それが仙台北上の野球部出身やな。そうなんですね。いつもこう真面目な顔でこうやっとるけど、はい、いや最近仙台北上どうですかって言ったらちょっと手止まるから、ね、あ、ごめんなさい、あ、まあちょっと今頑張りたいですけどね。いや、ぬくくなるよ、頑張りたい、頑張りたいですけどね。仙台北上うん、まあここは決まりですね、はい、畠山選手。いやーこれはまあまあプロでも大活躍しますから。そうですね、はい、はい、さあ、はい、そして、はい、ショートです。ショート、僕も結構悩んだんですけど、僕はね遊撃手花巻東川村優馬選手。なるほどね、はい、まあ、現、花巻東のコーチですね。なるほどね、はい、川村選手おったね。そうなんですよね。ああ、それ浮かばんかったな。入れました、はい。じゃあそして上条さん、ちょっと僕ポジションズルしてるかもわかんないです、はい、すいません、はい、一ノ関一高の阿部俊樹。ああ、なるほど、はい、ああマスター、マスターね、マスターサードやってた、ね、あサードか、サードだ、マスター、なるほど、あーあー、なるほど、大学とかでショートやったかな、はいはいはい、という。でも
ちょっとショートちょっと練習試合では守ってると思うんですよね。やってるでしょうね。練習試合ではそれ守ってると思うんですよ。大学でショートやるやつは1回ぐらいショート守らないはずがないです。ていうかね、サードやってるやつはショートやってるし、ショートやってるやつはサード1回はやってることにしとこう。新ルールが生まれました。プロでもね、活躍しましたから確かにね。なんかほんで今楽天でね、そうですよ、いますから、はい、ちょっとなんかそっちの方にこう東北のチームで頑張ってるというのもあって、まあ、応援したくなりますよね。ちょっとどうしても入れたかったんですよ。いや、阿部ちゃんは阿部さんいいような気がしますね。はい、まあ言っときましょう、とりあえず、はい、とりあえず阿部さんでいいじゃないですかね、はい、まあ、ほなまあ外野行きましょうか。外野行きましょうか、はい、トントントンで行きますか。はい、阿部さんから行きます。はい、俺行きましょうか、はい、外野、はい、岸里、上田拓、はい、大谷翔平ということになりました。私すみません、はい、あ、はい、2人かぶってます。お、はい、上田拓、うん、大谷翔平、まあこれかぶりますね、はい、はい、あともう一人は、うん、赤嶺銀次。なるほどなるほど盛岡中央。そうか、高校の時 ね、最初かな、ね、最初レフトとかやってたかな。1年生の時レフトスタートで、まあ、サードとかね、いろいろ複数ポジション守れるっていうところでね。赤嶺銀次さんね、はい、空入れるよね、盛岡中央。そうなんですよ、わかります、わかります。岸里さんもね、確かに入れたいですね。よう打ってたよ、よう打ってた、ね、この選手も、まあ、これを保留にしておきましょう、はいはい、元プロ野球選手の皆さん、僕と一緒にコーチをしませんか。カットバスボールアカデミー全国展開中。さあ、そしてキャッチャー、はい、キャッチャーはどうでしょうか、はい、キャッチャー行きましょうか。キャッチャーで私、はい、赤嶺銀次。ああ、まあそうですよね、キャッチャーやってたもん、はい、入れますよね、はい、僕ここはねちょっとかぶんないと思ってました。私は及川圭介、大船渡高校。おお、佐々木朗希選手の時のキャッチャー、キャッチャー、あのボールを止めてたキャッチングって僕、うんうん、まあ、佐々木朗希投手自体に、うん、もう本当なんていうんですかね、心持ってかれるぐらいすごかったんですけど、それをビシバシ止めてたっていうので、僕はこの及川選手かなり好きなキャッチャーですね。なるほどね。それで言うとね、僕ね、はい、あの大谷翔平選手の時のキャッチャー佐々木選手かな、大谷翔平選手の時のキャッチャーね、うん、大谷選手がこう高校で、はい、岩手大会で160キロ出したじゃないですか、うん、あれが一ノ関地区、一ノ関学院なんか、まあ160キロ出してるじゃないですか、はい、あの試合でみんな160って出てわーってなったじゃないですか、はい、ベンチにおった人に聞いたんですけど、はい、キャッチャーのやつがちゃんとあのボールをブレずにバチンって止めたことに、はい、みんなうわってなったらしいですよ。拍手が上がったと、うん、だから大谷選手の球でもう指も腫れ上がって、そうですよね、もうえらいことなったけど大谷の球を取ってあげなあかんので、あのキャッチャーがめちゃめちゃ練習したと。確かに、ね、あのどうせもやっぱあのボールがすごいからこう、まあ、ブレてしまったりね、なるけど、あの大谷の160キロはバチンって止めてストライクって、あの時にあのボールを投げた大谷やったらやるやろと思ってたって、はいはい、でもあのキャッチャーがもうすごい努力やったんですっていうのをね、あの時の同級生にちょっと小耳に挟みまして、はい、入れたいな思ったんですけど、やっぱキャッチャー銀次かなと思って、まあそうですよね、銀次にしたんですよ。まあ銀次さん出てくるでしょうね、はい、いやいいんじゃないですかね、銀次さんでね、うん、もう何も言わずにもう丸書いてますから、はい、銀次さんじゃないですかね、銀次さん行きましょうか、うん、はい、ほんなピッチャー、ピッチャーもでもピッチャーどうなんやろ、もうこれね大谷翔平さん外野でどっちも出して持ってるじゃないですか、はい、となったらでもこっちやろということになるんですよね、うん、俺もそうだと思います、どっちかだったらこっちかなと思います、うんうん、せーの行きましょうか、はい、せーの、菊池雄星。いや、ね、そうですよね、あ、今菊池桃子っていく急に、はい、急にそれ言い始めてたらもうこの企画打ち切りですちょっと休憩入りましドラマ雄星でしょ、まあこれはちょっとね、もう本当にこの岩手の歴史を変え始めた男ですよ ね、はい、ね、まあ佐々木朗希投手とかね、はい、すごいピッチャーいますけれども、うん、菊池投手にしました、はい、
じゃあちょっと、だからピッチャーキャッチャーも銀次でいいんすか。銀次さんでいいんじゃないですかね。このピッチャーキャッチャーファーストサード外野2人決まりましたね。はい、だセカンドショート外野の1人ですよ。うん、どうしよう、セカンドどうしましょう。熊谷セナ選手、熊谷セナ選手か千葉ゆずき。千葉ゆずき、千葉ゆずきいいな。千葉ゆずきのね、推しポイントがね、はい、小学校中学校高校、はい、大谷翔平さんと全部同じなんですよね。あ、そうなんですか。そうやね、このメンバーでパッて見て、まあゴリゴリのすごい選手ばっかりだけど、やっぱどの選手が来てもやっぱ大谷選手にみんなちょっとこう憧れとか、そうですね、気を使うじゃないですか。でまあ言うでしょうね、憧れるのやめましょう、やめましょう、はい、でも千葉君からしたら、はい、もう地元の兄ちゃんやから、確かに、もう幼馴染のちょっと上の兄ちゃんも親同士もして、小学校からの一試合から、翔平兄ちゃんみたいな。なるほど、じゃあまあこの大谷選手とみんなをつないでくれる役割にもなる、役割でちょっとこんな企画やったっけ。わかるわかる。勝手に。でもいいかもしれないね。いやでもいい選手じゃないですか。いや、もうもちろんもちろん。ね、僕もね、あげてましたし。もうどこ、智弁学園との試合でね、めちゃめちゃ活躍して、ちょっと僕奈良の番組やってるから、はい、ちょっと智弁の方で見てて、はい、千葉にやられたなって思って。なるほどなるほど。いや、いい選手だなってすごい思ってて、セカンド。ちょ、いいっすか、千葉、千葉、千葉ゆずき君にしましょう。はい。ショート、でも阿部選手やっぱいいんじゃないですか、やっぱ。阿部、河村優馬選手も確かにね、素晴らしいプレーをしてきましたけども。まあまあ、ちょっとこう、花巻勢もね、多いですし、そうですね、みたいな感じで。一ノ関一子、阿部俊樹選手、ショート。そうですね。いいですか。ほんならもう外野、これ。銀次さんキャッチャーになったんで、うん、岸里選手じゃないですか。そうやね。そうか。あと、千葉翔太。あー、うわ、カットマン、カットマン千葉ね、うん、背小さかったけど、そうそうね、印象に残る選手でしたね。そうやね。ほんでここまでさ、はい、まあちょっとやって本間かぶりがあって、はい、で竜兵かぶりがあって、そうそう、かぶってないね、まだ千葉、千葉、千葉でやったら千葉ゆずきと千葉かぶりできるから、千葉、そんな企画ではないという。でも印象に残ってる、まあ、岸里選手ももちろん、でもなんか千葉いいっすよね、うん、甲子園での印象はね、ちょっと甲子園のルール変えたでしょ。そうです、そうです。もうあれでスイング捉えることになったでしょ、あれ。そうです。でなんで急に変えんねん、そんなんって思ったけど、だってあんなのってもうずいぶん昔からみんなやってたじゃないですか。そう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 、千葉行こう、千葉ちゃん、うん、千葉ちゃん、どうです、千葉翔太、千葉翔太、大学でも頑張って2試合行ってね、そう、頑張って行きましょう。やっぱりこのいいんじゃないですか。160センチないでしょ、あれ。ないないです。150何センチでしょ。いや、ミニモニですよ。いやまあ上田拓選手もちょっと小さいけどね。そうですね、うん、でも大谷選手がバカでかいんで、ちょうどバランス、バランス千葉選手行きましょう。いいんじゃないですかね、はいはい、決まりました、はい、岩手県代表が決定いたしました、はい、一塁佐々木麟太郎選手、花巻東、うん、セカンド花巻東、千葉ゆずき選手、うん、サード専修大北上、畠山和弘選手、うん、ショート一ノ関一高阿部俊樹選手、うん、外野手が盛岡大付属上田拓選手、うん、花巻東千葉翔太選手、花巻東大谷翔平選手、うん、そしてキャッチャーが盛岡中央高校赤嶺銀次選手、はい、そしてピッチャーは花巻東菊池雄星投手となりました。はい、いやー強いですね。強いな。何本ホームラン打てるんだっていう選手揃ってますよ。打たれへんやろ、菊池雄星、大谷翔平。そうですね、リリーフ大谷翔平って結構強いですね。でまたこの佐々木朗希選手が入れないという。そうですよここにジェンジェンジェンギスカーンやってるんですよ佐々木朗希選手がまさかのスタンドで、スタンドでやってるんですよ。いやそれぐらいレベル高いですから、とんでもないですね。上田選手とか足も速いしね、畠山、上田、佐々木麟太郎でホームラン打てて、本当です、大谷翔平も含めて、ねえ、でもうカット、千葉選手カット、カットで大変ですよ。安打製造機銀次、はぁ来た、高校時代8打席連続安打が、そうですね、打率8割ぐらい残すじゃん。とんでもないです。これ強い、強い、岩手強い、岩手強いな、強いわ。結構こう東北勢やばいですね。いやすごい、やっぱりすごい、うん、はい、ということでございまして、はい、今回、決めましたのは岩手県ブロックのベスト9でございました。このチームがどこと当たるのか楽しみなところでございます。引き続きまた動画ご覧ください。本日は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。野球を仕事にしませんか。かっ飛ばせボールアカデミーでは
元プロ野球選手のコーチを募集しています。みんなの経験を生かして未来の甲子園球児、プロ野球選手を一緒に育てましょう。